はい、哲也です。今日は駐日中国大使大暴言、日本の民衆が火の中に連れ込まれるというテーマでお話してみたいと思います。まあ、日本の外交というとね、よく土下座外交とか弱腰外交とかね、いう言葉で形容されるように、まあ、非常にこの控えめで、なんていうのかな、常に譲歩しまくりでね、頭を下げまくりと、まあ、そういうふうにしながら国と国の関係を良くしていこうみたいなところがあるじゃないですか。でもね、世界にはそれとは真逆の姿勢で外交をやってる国があるんですよ。それはそう、戦狼外交の国、中国ですよね。はい、中日中国大使がですね、まあ、新しい大使なんですけど、呉江浩という人ですね。4月に着任して記者会見を行ったわけですけども、そこでですね、まあ、大暴言を吐いたわけです。どういう大暴言かというとですね、台湾問題に口出しするなよと、もし口出ししたら日本の民衆が火の中に連れ込まれることになるぞということを言ったわけですね。まあ、これどっかの反社組織の人が言ったって言うんだったら、まあそういうことも言うかなと、あるいは北朝鮮の あの勇ましいアナウンサーがこういうことを言ったら、まあそういうことを言うよねみたいなのを思うんだけど、まあ中国の大使が言ってると、新しい大使が着任早々言う言葉としてはあまりにもやっぱりひどいと思うんですよね。完全に恫喝じゃないですか。まあ、例えばあのヤクザがね、ある、まあ、町か村かねのね、町長とか村長さんに対して、我々の組織に対して何か手を出したりすると、そこの住民は全部焼き殺すぞって言ったみたいなもんじゃないですかね。まあひどいです。まあ、それは反社の人がそういうこと言うのはまあ反社だからということでね、まあ納得はしないけども、まあそういうこともあるかなとは思うんだけどね。これ中国のもう大使ですからね、アンバサダーですよ。それが日本の民衆が火の中に連れ込まれるというのはどうでしょうかと、あまりにもひどい大暴言じゃないかなと僕は思うんですけども、ちょっと経緯を記した記事を見つけたので、まずそれを読んでみたいと思います。林芳正外相は10日の衆院外務委員会で、中国の呉江浩駐日大使による台湾をめぐる発言が極めて不適切として外交ルートを通じて抗議したと明らかにした。この外交ルートというのがよく分かんないですけどね、まあいいです。次いきます。呉氏は4月に東京都内で開いた記者会見で、日本が台湾問題を安全保障政策と結びつければ日本の民衆が火の中に引きずり込まれるなどと発言し牽制した、立憲民主党の松原仁氏への答弁ということなんですね。立憲民主党には松原仁さんという人がいて、僕はあの立憲民主党は嫌いです、はっきり言ってね。まあ、何のためにいる政党か僕もよくわからない政党ですよ。本当日本の足を引っ張ってる政党というイメージが一番強いですよね。まあ、この間 の小西さんのいろんな一連の発言とか、それをかばう執行部の姿勢とかね、まあ、いろいろ考えたらもうこんな政党はない方がいいなと、まあ、いずれ絶滅危惧種的になるんじゃないかなと、このままではですよ、そういうふうに思ってる政党ですけど、この松原仁さんだけは僕は敬愛してるんですよ。素晴らしい人ですね。拉致問題とかも関わってくれてるし、常に質問してる内容は、まあ、我々保守の共感を得るような内容が多いですよ。で今回も本当素晴らしい質問をしてくれたんですね。この人が質問しなければこの事態は明らかにならなかったと思うんです。まあ、ちょっと話戻しますけど、記事に戻りますね。林氏は台湾環境の平和と安定は日本の安全保障にとって重要だと強調、台湾により平和的に解決されることを期待するとの日本の立場を中国側に首脳レベルを含めて伝えていると説明した。この説明は別にいらないですよね、一般論ですからね。僕らが聞きたかったのは、このような大暴言を吐いたことに対してどのように対応したのかということですよね。外交ルートを通じてなんか抗議しましたとか言っても、多分ね大したことしてないと思うんですよね。ちょっと松原さんご自身のツイートを見てみましょう。日本国民を暴力的に脅す大使など言語道断、記事では割愛されているが、私は林芳正外務大臣に対して呉大使追放のためウィーン条約のペルソナノングラータ、これ PNG とも言うそうですけどね、ペルソナノングラータ規定適用を強く求めたということなんですね。はい、この松原氏のツイートに対してこのように私はリツイートしました。呉駐日大使が日本が台湾有事を日本の有事と結びつければ日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると恫喝した件で、林外相は同志を呼びつけず外交ルートを通じて抗議したとのこと、甘すぎる。立民の松原仁氏は
ペルソナ・ノン・グラータを通告すべきと主張、松原氏を強く支持するというふうに書きましたね。ペルソナ・ノン・グラータというのは何かというと、普通日本語に訳せばですね、好ましいからざる人物という意味になるんですね。ペルソナというのは人物ですね。ノン・グラータというのは好ましからざるという意味だと思います。まあ、そういうことで国外追放をしろと主張していたわけですよ。共同通信はなぜかそこを割愛してですね、ちょっとぼやかした感じになってますけども、まあ、これははっきり厳しく対処してくださいと、国外追放するに値するような大暴言ですよと松原仁氏が言ってくれたわけですね。そこ重要なところなんですよ。また松原氏は続いてこのようにツイートされています。そもそもなぜ私が質問するまでこの抗議がニュースにならなかったのか。本来なら政府が日本国民を代表して堂々と非難すべき案件だ。そうですね、これだけの大暴言ですから政府も公然と、こんなひどい発言があった、これに対してはこのように厳しく対応しました、抗議しましたということを自分たちで自ら発表すべきでしょう。こそこそと遺憾を伝えるのでは中国に怯えているように見えるというふうに指摘していますね。まさにその通りですよ。外交ルートを通じてっていうのは何なんでしょうね。はい、僕はこのツイートに対してこのようにリツイートしました。林外相が外交ルートを通じて厳重抗議、邪推かもだが電話口で発言は適切ではなく遺憾でございますと棒読み的に伝えただけではなかろうかね。感情を込めず例によって、まあ、これも林さんが電話したとかじゃなくて、なんか局長とか課長とかね、わからないけど、まあ、そこそこのね、適当って言っていきませんけど、まあ、そこそこのクラスの人が、向こうのそこそこのクラスの人にですね、なんか文章をこう読み上げたんじゃないですかね。あの発言は適切ではなく遺憾でございます、以上でございますみたいなねまあこれ極端かもしれないけど、その程度のことだったんじゃないかなと僕はまあ勘ぐってしまうわけですね。邪推かもしれませんけど、まあ、もしそうだったなら日本が中国からの反論や反撃に怯えているのが丸分かりだ。別に生きる必要ないがダメなものはダメと、もうこの断固として伝えなきゃ外交じゃないということを僕は言いたいんですよね。要するに裏でこそこそと外交ルートって何ですか。外交ルートってよく分かんないですよね。中国側これなんか反発してないじゃないですか。ということはね、多分僕の言ってる感じじゃないかと思いますよ。なんか通り一遍の文章を棒読みしたとね、感情を込めずにねそういう感じがもうひしひしと僕は伝わってくるんですけど、どうでしょうかね。この件に関してはですね、加藤清隆さんも同じような反応をしています。林外相は駐日中国大使の発言について極めて不適切であり、外交ルートを通じて厳重な抗議を行ったって、駐日大使なんだから外務省に呼びつけるのが普通なんじゃないの。妙に遠慮するから相手は足元を見る、言語道断帰国してもらいますよくらい言っても構わない、もっと強く出よというふうに指摘しているんですね。僕もまさにその通りだなと思いますよ。なんで外交ルートを通じてこそこそとというやり方をするんでしょうかね。加藤健さんがこのように言ってます。日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると、脅迫発言を行った駐日中国大使を国外追放せよと松原仁先生が政府に迫る。林外相は極めて不適切であり、外交ルートを通じて厳重な抗議を行ったと明らかにした。厳重な抗議聞いてないぞ、なぜ外務省を発表しなかったというふうに怒っています。はい、それをこのように僕はリツイートしました。松原仁氏、カナダはウイグル人権状況に批判的な議員に圧力をかけようとしたことを問題視し、在トロント中国大使にペルソナ・ノン・グラータを通告し追放した。日本はどうした。林外相、外交ルートを通じて抗議した。要は口だけで毅然たる態度が取れない日本政府、同じことがまた繰り返されるだろうというふうに書きました。このツイートを加藤清隆さんがですね、このようにリツイートしてくれてるんですね。在トロント中国大使にペルソナ・ノン・グラータを通告し追放したカナダ政府、一方我が国は林外相が外交ルートを通じて厳重に抗議した。最低限なぜ大使を呼びつけなかったのか。外交ルートって中国外務省に抗議したってことか。〇〇 C、 これ何なんでしょうねこんなことだから中国に、何なんだろうね、はい、分かりません。こんなことだから中国に、米国も、こう米国も入れてますね、米国にも舐められるということで、まあ、日本の外交というのは舐められるんですね。常に舐められ、どうやったら舐められるかというぐらいに舐められる外交をやるんですよね。
このカナダの件についてはどういう話だったかというとね、カナダのジョリー首相じゃない、カナダのジョリー外相という人がいるんですけど、この人が在カナダの中国大使館の外交官が野党議員の香港に住む親族への脅迫を、ね、企てていたので、カナダに駐在する中国人外交官に対し PNG ですね、ペルソナノングラータとして国外退去を通告したという話なんですよ。で、まあ、僕はこの件に関して関英さんのツイートで知ったんですけども、このように書きました。日本政府は中国外交官への甘い対応をやめるとともに、中国系スマホアプリの危険性を周知徹底せよ。アプリをね、中国は、まあ、TikTok とかを含めてね、アプリで民衆をね、いわゆる人民を管理してるわけですよ。ウイグルの人たち もその例外ではないわけですね、まあ、そういうところからいろいろと圧力をかける、まあ、根拠として使われてるわけですよ、まあ、そういうことは割と日本は鈍感というかね、例えば河野太郎さんがマイナンバーカードの復旧のために、TikTok を使っていたとかね、まあ、何なんですかこれ、デジタル省がそんなことしていいんでしょうかという、そういうレベルの話ですよね。はい、まあ、門田隆昌さんもこの件については絡んできているので、そのコメントも紹介したいと思うんですけど、まず三木慎一郎さんという方がこう書いています。先日日本の民衆が火の中に連れ込まれることになるなどと脅迫発言をした中国駐日大使の着任レセプションパーティー、2023年5月9日ホテルニューオータニ東京、日本の元首相がにこやかに出席しています。この元首相というのは福田康夫さんですね。でこの件について門さんが引用リツイートしてますね。着任早々台湾有事を日本の安全保障と結びつける言動に極めて有害で、日本の民衆が火の中に連れ込まれると脅迫した呉江浩中国新大使、本日の着任レセプションパーティーには備中派が勢ぞろい、江元裕前大使の離任パーティーもすごかったが、改めて日本が中国の属国であることを感じさせてくれる、ため息のみというふうに書いてますね。まあ、今回の件でも分かるように日本の外交というのはね、本当弱腰外交、ね、土下座外交、情報しまくり外交、事なかれ主義外交、もうそんな感じしかしないんですよね。やっぱり言うべきこと、ね、やるべきことをやっぱりやらないと本当に舐められて、ますます日本、まあ、日本だったらこれぐらい言っていいだろうというふうになってるんじゃないかと思うんですよね。まあ、今回のこの日本側の対応、着任パーティー、これだけひどい大暴言をした人に対する着任パーティーでね、みんなでお祝いして、元首相まで参加してお祝いして、財界人がたくさん集まって、大歓迎パーティーをやりましたっていう話なんですよね。こうして見てくると、日本の政界も財界もね、属国根性丸出しで本当に情けなくなりますよね。我々がもうちょっとしっかりして政府や財界に対してしっかり言うべきことを挙げていかなければならないんじゃないかと思います。もちろんそれは微力かもしれないけどね、こういう形で皆さん共有して、このやり方ではダメだという声を我々で挙げていかなければならないんじゃないかなと思ってます。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。